5時に青木高専スタートして10分ぐらい登ってきたところで薄明るくなってきた。見えるかな、見えないかな。だまだ川沿いを走ってます。走ってるんじゃない、歩いてます。登るんだ。あんなとこ行くのか。もう疲れた。あ、白糸の滝っていうらしいです。あとどのぐらいだろう。半分ぐらい来たのかな。白糸の滝です。8時15分五色滝。大小屋まであと30分ぐらいらしい。地図によると。オベリスクが見えた。あと、あそこまで1時間半ぐらいかな。2時間はかからないと思うんだけどな。頑張ろう。なんか小屋が見えてきた。これが鳳凰小屋かな。うわ、鳳凰小屋っぽい。来たか。
こんにちは。今日は日帰りですか？日帰りのつもりです。水場最後ですので、補充して休まれていってください。ありがとうございます。あの休憩中だけはマスクつけてもらっていいですか？わかりました。ありがとうございます。優しい、優しい。ありがたい、ありがたすぎる。だんだん歩きづらい、砂地になってきた。疲れるわこれ。歩きづら、疲れる。ゴールはあそこなんだけどね。もう一息か。歩きづらい。ただ後ろの景色がすげえ良くなってきた。岩がかっこいい。もうちょっとなんだけどね。お地蔵さんがあるところまで来ました。うわ、峰々が見える。綺麗。こっち登れんのかな。
高級だよ。よく行くな。こっちは行けないよ。できました。オベリスクまで。さすがにあのとんがったとこは行けなかったけどね、行けるとこまでは行ってきました。さあ、地蔵岳山頂です。あんま見えないな、文字が。あれ登んなきゃいけないの？また降りて。12時40分、観音岳登頂です。薬師岳まで30分です。あそこに見えるのが薬師岳、その向こうに見えるのが富士山ですね。1時8分か。
7時18分中道通って下山します。やばい、これから1時間じゃねえや、4時間ぐらいかかるって書いてあったんだけどね、もう1時過ぎだから日が暮れちゃうな。ペースアップか。それでは帰ります。お邪魔しました。やっと廃屋まで帰ってきた。思ったより時間かかった。のんびり降りてきたら、暗くなっちゃうか、駐車場に戻る頃には。ここまで戻ってれば心配ないと思うんだけどね。駐車場まで40分だって。5時ちょっと前か。もうこの辺からは山道じゃなくて車が通れるような道だから、もう楽勝ですね。ただこの道を40分間歩き続けなきゃいけないという、微妙に長いよね。苔がすごい綺麗。川も綺麗。川のせせらぎと苔でちょっと癒されるわ。帰ってきました。こんにちは。おお、ご苦労様です。無事に。もう後ろの中国人のカップルとくちゃべりながらのんびり来ました。ああ、そうなんですね。はい。でも多分その分なんか上の多分小屋のところでいいと思うんですけど。あそこにあります、ね。はい、お疲れさん。朝お金が払えなかったから駐車料金を払いに行きます。キャンプできんのかな。ここキャンプ場とか書いてあるけど、お風呂どうでしたか。あ、大丈夫です。あ、よかったですね。あれお金どこで払う感じですかね。そこのとこ右入っていくと駐車場。何から何まで。お、ん？あ、ここか。ここでお金払える。あ、お金払い来た。はい。青木高専でした。トイレ借りちゃおうかな。大丈夫だった。はい、はい。さあ、駐車料金400円払ったし、青木高専さんに鳳凰三山も思う存分
登山楽しんだし、ちょうど12時間ぐらい登山開始してからここにね戻ってきて、とっとと家に帰ろうと思います。お疲れさんでした。